まさかのです。よろしくお願いします。
幸福は何にも変えがたい。指差しが暴れたとして、極める道焦ることなく、右か左迷ったならまっすぐに飛べ。離さないって決めたから、守りたいって言ったのさ。本物の強さだけ見つけたくて、自由を掴んで、それぞれの未来が咲き誇る君といれば。焦がされてしまったシトラスの香り、強く真の座を掴んで、悩み方すら忘れた誇らしい愛情。この世にどの世界で誰かに怯えて生きるより、上も下もない世界で包み込む。中学3年生、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません、ごめんなさい、ありがとうございます。改めまして中学3年生、15歳の山下香音です。今日はよろしくお願いいたします。すいません、1曲目は関ジャニ∞さんのリンという曲を歌わせていただいて、2曲目は大地さんのストラスという曲を歌わせていただきました。久しぶりのライブで緊張しているんですけど、本日は頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いての曲は SnowMan さんの 360m という曲です。この曲は冬にぴったりだと思うので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。
うございます。はい、ですね、次の曲で、最後になってしまうんですけれども、最近も寒くなってきて、なんかすごい体調管理とか難しいと思うんですけれども、皆さんの一日一日がとてもなんかいい日になれるように、明日も明後日もずっとこれからもいい日になることを願って、これからこの次歌う曲を歌わせていただきます。それでは聴いてください。もう少しだけ。次の曲、ごめんなさい。Have a nice day。 もう少しだけ、もう少しだけ踏み出せたのなら、そう小さな優しさを分け合えたのなら、ありふれた一日が素敵な日になってゆく。ほら、そうやって何度でも喜びは巡る。ありがとうございます。いつもしないことを達成、そんなこと頭の隅に置いたまま、いつもの今日へ。もう少しだけ、もう少しだけ踏み出せたのなら、もう少しだけ、あと少しだけ優しくなれたのなら、ありふれた一日が素敵な日に、今喜びはできる。暗いニュースが流れる朝に、気持ちが進んでいく朝に、自分はいらない存在なんて考える朝に、あなたのことを思い出したんだ、あなたに会いたくなったんだ、久しぶりに会いに行くよ。
Twitter とか Instagram とか YouTube とかいろいろやっているので、気になった方はぜひフォローとかいいねとかしていただけると嬉しいです。山下香音でした。本日はありがとうございました。